本日サクソフォンを演奏しましたかなこです。ピアノを弾きました三つ星直子です。たくさんのお客様の温かい拍手とあとは素敵な MC のおかげで楽しく演奏することができました。今後は5月に単語の演奏会をするのでまた熱い演奏をお届けできるように頑張ろうと思います。英単音楽に続いてここからはクラシックの作品、特にサクソフォンのために書かれたオリジナル作品をお送りします。本日取り上げる作曲家はジャニーヌ・リュエフです。リュエフは1922年パリ生まれの女流作曲家で、サクソフォンのための作品を多く残しています。サックスの神様と呼ばれるサクソフォン奏者マルセル・ミュールや、日本でも未だに人気の高い奏者ダニエル・デファイエが教授を務めた大学で漁師のクラスで伴奏者を務めていました。サクソフォンの進化を間近に見ていた彼女だからこそ、楽器の音色を生かした魅力的な曲を書けたのではないでしょうか。そんなリュエフの作品を本日は2曲お届けします。1曲目にお送りするのはシャンソンとバスピエです。シャンソンはフランス語で歌、バスピエは古典舞曲のことです。穏やかにしっとりと奏でるテーマから始まり、終盤に向けての軽やかさがバスピエ特有のリズムで展開されています。副題にサクソフォンとピアノのためのとわざわざ書かれており、奏者同士のアンサンブルが重要な奥の深い作品です。2曲目にお送りするのはリュエフ作曲のソナタより第一楽章です。シャンソンとバスピエの軽やかで可愛らしい印象から一変、難解で激しい曲です。リュエフは先ほど述べた通りダニエル・デファイエという著名なサクソフォン奏者のクラスで伴奏者を務めており、噂によるとこの曲はデファイエを思う愛の歌とのことです。噂の真偽は分かりませんが、二人の関係は楽譜の最初に記された言葉からも読み取ることができます。ダニエル・デファイエ au tout amitié、 つまり for Daniel Defoe with totally friendship です。こういった検定時はなかなかお目にかかれるものではありません。さらに検定された作品が無伴奏という演奏形態である点も興味深く感じられます。無伴奏ならではの緊張感を楽しんでいただければと思います。それではシャンソンとパスピエ、ソナタより第一楽章、2曲続けてお聴きください。